の管理と、ハリコちゃんの飼育と、そしてゾウリムシの管理の紹介をしていこうと思うでち。よかったら最後まで見てね。今人気で今掛け合わせをしているペアでち。メスがこっち。ミックス出身なので、親がどんな子なのかわかんない子なんでち。そして、オス。オスはヒレナガでち。これ、メスでち。ミックス出身なんだけど、ママがこの色を気に入ってて、増やしたいんだって。お腹がね、青いんでち。そして頭がちょっと茶色いでち。こっちは、オスのヒレナガさん。ヒラヒラしてるヒレ。綺麗でち。で、卵の管理。この子たちの卵を採卵してきて、それを、綺麗にしていくでちよ。スポイトで卵を吸って、こうして、ペットシーツ。出していくでち。これはパクパクさんがやってる方法でち。ペットシーツはワンちゃんがいなくてもダイソーにも少し入ったのがあるからそれを使ってるでち。こうして出した卵を指でくる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 ってしながら付着糸を取っていくでち。付着糸があると卵が腐っちゃったりするんでち。カビがね、そっから発生するんでち。コロ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 しながらきれいきれいにしていくでちよ。くる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 ってなるべくバラバラになるようにひっついてるやつはこうして外すでち。人差し指の爪を伸ばしてるのは、こういう時に使うのと、あと、これをちっちゃなスプーンに見立てて、粉餌をあげたりしてるでち。くるくる、くるくる。で、綺麗になった卵を、真水っていうか水道水を入れた容器に、メチレンブルー、グリーンリキッド F だったかなを入れて、また一粒ずつくるくるしながら確認して、なるべくくっつかないようにしてパラ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 と入れていくでちよ。なんかマイキーさんにご飯あげてるみたいでちね。くる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 ぽい。くる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 ぽい。でね、無精卵の場合、こうやってくるくるして捨てると、こうやってね、潰れちゃうんでち。有精卵は潰れないでち。ほら。ぎゅーってしてもね、潰れないでち。卵の管理はこんな感じ。次はハリコちゃんの管理でち。レンゲでそーっとハリコちゃんを潰さないようにすくうでち。そーっとそーっと狙いを定めて、ゆいーっとこういうな感じで水ごとすくってあげるでち。で、ハリコちゃんを全部移動させた後に、生まれなかった卵とかかびちゃった卵をきれいにスポイトで吸って掃除するでち。カビた卵とかを残しておくと、そこからまたカビが広がっちゃって、
いい卵もダメになってしまうんでち。こんな感じでスポイトでシュッシュッってすくすくわないでち、そうでち。ヒューってこんな感じでね。ぷいぷいって。これはハリコちゃんにあげてるグローのパウダータイプでち。少し大きくなったらこっちの B 流タイプをあげてるでち。そしてあとゾウリムシでち。たくさんいるでち。今掛け合わせ中の子たちのハリコちゃんたちでち。今からハリコちゃんにご飯をあげるでち。パウダータイプの粉餌をパラパラパラーってあげるでち。あげすぎるとね、どうしてもね、水が腐っちゃったりするんで、落ちやすくなるので、ほんの少しの方がいいと思うでち。で、その後にゾウリムシをスポイトで吸って、チューっとあげるでち。ご飯だよ、食べてね。ん、食べてるでち。ちっちゃくてかわいいでち。そしてこれはゾウリムシ。前は生茶培養だったけど、今米のとぎ汁で培養してるでち。ほんのちょっとだけ米のとぎ汁を入れるでち。そして、軽き抜きをしたお水を足すでち。ペットボトル満タンじゃなくて少し空間を残したぐらい入れるでち。こんな感じ。とぎ汁と水の量はこんな感じ。薄さがこんな感じでち。そしてそれをシェイクシェイクシェイクして、ゾウリムシの保管ボックスに入れるでち。そして蓋をして、これでゾウリムシの管理はおしまいでち。最後にひまりんちが使ってるスポイトでち、メロペットって言って、これはメバホームの資材館で見つけたでち。上をこうやってシュッシュってするから結構ね、微調整ができて使いやすいでち。よかったら探してみて使ってくださいでち。5cc と 10cc ともう一つ、大きいタイプがあったでち。キューってしやすいでち。最後まで見ていただきありがとうです。今日はこの辺で。じゃあね、バイバーイ。